国家安全維持法違反の疑いで10日に逮捕された香港の民主活動家周庭氏が昨夜保釈されました。保釈後に周氏は地元メディアなどに対し、逮捕は明らかに政治的な弾圧だ、今まで4回逮捕されたが今回が一番怖かった、香港の社会運動に参加して香港の民主と自由のために戦う一員として後悔はしていないと話しました。外国勢力と結託し国家の安全に危害を加えた容疑がかけられていますが、周氏は7月から現在までに SNS を通して外国勢力と結託したと言われたが、具体的な内容は言われなかったとしました。また同じ容疑で10日に逮捕された香港紙リンゴ日報などの創業者黎智英氏も保釈されました。